始まりました、ゆうせいのセカンドチャンネル。はい、今回なんですけども、道端アンジェリカがヌード写真を公開したということで、今ちょっと話題になってますね。それについて思ったのは、道端アンジェリカのヌード写真クソっすね。なんでかというと、おっぱい全部見えてないからっすね。いや、釣られたわって感じ。うん。なんだよ、見えてねえじゃんって。今月の22日に、まあ分かったことなんですけど、本人も言ってるんですよね。インスタにも更新してて、まあありのままの自分を記録したかったと。はい。で、その写真が、まあ、上半身何もつけずに、浜辺でこう寝そべって手ぶらしてるそうなんですけど、いや、それじゃ大事な部分見えてないじゃん。うん。いや、惜しいなって思いましたね。え、見えてねえから、ブスが調子乗ってんなと。うん。俺、道端アンジェリカあんま好きじゃないんですよね。絶対買わねえから。見ねえから。そんな人気出ないと思うんですよね。それじゃ。もうちょっと出さないと。もうちょっと頑張らないと。売れないよ。俺絶対買わねえし。まあ見たとしても、それじゃ抜けないんだよ。お前じゃ無理。お前じゃ抜けねえ。って思いましたね。はい。まあ、ブスが生きがったところで、なんか言ってらって感じっすね。まあ、ブスがなんか言ってらと。はい。まあ、眼中にないっすね。もうちょっと、まあせめてもうちょっと頑張ったらって思いましたね。俺お前に告白されても、秒で断るから。俺10秒で断るよ。うん。しかも今更30超えて、いや30はギリオッケーかな、いやセーフアウト、いやギリアウト、アウト、ギリアウト、アウトー、かわいそう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 、あー、もうちょっと頑張ってほしかったな、見えるようにね。うん、しかも貧乳じゃん。え、何カップ ?B カップ、あー、え、C カップ、ごめん、ちょっと聞こえんかった。え、C カップ、俺 D からがいいんですよね。俺 D カップから。うん。A、B、C、D、D から。はい。ブスなんだから、そこはもうちょっと攻めてほしいな。って思いましたね。